イースキュー最終幕2回目のパトロールです。残りはキー人外になるかなって感じ。よいしょ。よもや今日はグリアの祭りの日だったとはな。のんきなこと、先の一件でロムン側は未だ緊張状態であるというのに。だがま、どういう思考の祭りなのか視察に行ってみるのもいいかもしれんな。は、旦那様、戦勝記念祭が気になるんでしょうか。グリアの方々に失礼なことを言わなければいいんですかね。そこちょっと心配になっちゃうよね。水さすタイプっぽい。嫌だわ、なんだか急に悪寒がしてきたまんね。しかもなんだか墓地の方から寒気がするような。お分かりいただけるだろうか。いやいやいや、慰霊祭だからって幽霊が出てくるわけないわよね。少し前にあった文化法枠の噂のせいで妙なことを考えてしまうだけよね。まあ確かに、ね、気にしすぎが働くこともあるかね。この戦勝記念祭の町並みほど素晴らしい題材はないというのに、妙に体が悪いというか、じゃない体調が悪いというか、ざわざわと悪寒がするんだ。我ながらこの良き日に体調不良とは情けないばかりだよ。騎士団の今後については本国と連絡を取りつつ検討しなくては。いずれにしてもルシアン副団長には苦労をかけてしまうことでしょうが。もっとすみません、少々仕事について考え事をしておりました。ともあれ、今年の戦勝記念祭も賑やかなものとなってよかった。同じ地で暮らす者として町の住民には笑顔でいてほしいものですからね。次はロムン総督府の門番さん。まだ公の場で発表はできていない話なのですが、そんなこと言っていいの？実はリンドハイム枢機卿から総督府に手紙が届いたのです。急にそんなこと教えてくれるの？手紙によれば用事が落ち着き次第近日中に総督府に戻る予定だとか。何の用事があるのかは分かりませんが、私としても一安心することができましたよ。あら、パークスさんちゃんと連絡入れてたみたいね。総督府のお仕事相当溜まっていそうですよね。寂しくなりますが、私たちでできることはもっと頑張らないと。本当に完全に黙っていっちゃったんかね。なんかこう運営方針みたいなね、あのやるトゥードゥーリストみたいなのは残していったっぽいけど。はい、鬼人街の入り口に戻りまして、さて今日は戦勝記念祭だったな。さっきの反乱の一件の後となると複雑な心境ではあるが、私もグリアに住まう者として祭りを堪能しませてもらおうとしよう。あれ、これ前回何の話してたっけ。あの件をきっかけにロムンへの反感が吹き出すやもしれません。旦那様の警備は普段よりも厳重にいたすとしましょう。なんか今初めて気づきましたみたいな感じの話だったけど。で、ここの二人は今レストランに行ってるんだ。じゃあ16のお母さんもいないんだ。そうだ、はい、不在ですね。あ、じゃあ終わりか。ほいほい、クエストを見ます。3つですかね。泣き殻給料、泣き殻給料からいける古戦場に来てくれねえか。ちょいと手に入れたいものがあら、グザビエ終わるんか、終わるんかってか、やっとわかるんか。騎士たちの愛か。じゃこっちから行きますか。ルシアンさん、やっとルシアンさんとお話できるね。工業区の裏路地の嘆きの横穴。はい、じゃあルシアンさんのやるか。謹慎中の聖国騎士団で問題が発生してしまった。できればアトルたちの力を貸してほしいということなんですけど、こういってここですね。入り口、入り口いんのかな、外かな。いた、来てくれたか。アドル、クレドにみんなも。ダンデリオンに出していた依頼は見てくれたかい。うん、騎士団で何か問題が起きたんだったか。まあ副団長のギルベルトさんのことかな。謹慎中だってのに退屈しねえな、副団長さんよ。あおんないの。それで問題っていうのは何なの。表情を見る限りかなり深刻そうですが、今聖国騎士団は揺れに揺れている。シャトラール団長がいなくなった今、今後の方針などを話し合っているのだが、もう一人の副団長であるギルベルトさんが総督府の反乱の後を失踪してしまっていてね。え、大変じゃないですか。町では噂にもなってないけど、騎士団の会話ぐらいがね聞けたのは。
ロムンもこれ以上の混乱は避けたいってことかな。ああ、団長がいなくなったことで騎士団は力を大きく削がれたからね。せめて記念祭の間は伏せられ、内々で捜索逮捕する流れのようだが、どうしても放っておくわけにもいかなくて、なんとか手がかりを追っていたんだ。ギルベルトさんたちは間違いなくこの奥に立てこもっている。おそらく今回の結末に納得いかず、再び反乱を企てるつもりなんだろう。こりねえジジイだ。それでもう一人の副団長どもはどうするつもりなんだ。本来ならすぐにでもロムン守備隊に報告すべきだろう。だがこれはおそらく聖国騎士団に最後に訪れた転換点。他人任せにするわけにはいかない。この手で何としても解決したいんだ。団長と刃と言葉を交わしてきた君たちとなら成し遂げられると思う。騎士寮、力を貸してもらえないかい。いいよ。ああ、騎士団がどうなろうか正直知ったことじゃねえんだが職場でしょ。これもけじめかもしれねえな。シャトラールやリサも含めての。クレドさん、ありがとう。アドル、クレドもすまないがよろしく頼む。騎士たちの愛か開始。大勢の人が入った形跡があります。やはり間違いなさそうですね。あ、おそらくは奥で立てこもっているはずだ。監獄への橋は落ちているそうだが、急いだ方がいいかもしれない。早速捜索開始だね。また反乱なんて絶対起こさせないんだから。ほい、では行きましょう。これは飛んでいけないやつだよね。何かあるぞ。あ、いた。ルシアン副団長、どうしたどうした。あ、刃向けるのね。く、突き止められたか。しかしなぜ怪人と共に。見張りの騎士さんですか。ギルベルト副団長どこにいる。やはり怪人と手を組んでいたという噂は本当だったか。聖国の名にかけてここは通しません。上等だ。もらったく、おのれ。さすが精鋭部隊だね。なかなかできるみたいだ。やはりここにいるのは間違いなさそうだね。このまま奥に進むとしよう。おい、お、まだ途中だね。ルシアン団長殿、怪人まで一緒か。ギルベルト副団長殿の元へは行かせませぬ。団長の意志を継ぎ、グリアの未来を作るためにも。目を覚ますんだ。その先に未来などありはしない。ここで問答していても意味はねえ。押し取らせてもらうぜ。ん、打ち上がれ。打ち上がった。次おいで。はい、ガフ、シャトラール、団長。彼らも彼らの正義で戦ってるんですね。戦いっていうのはそういうものなのかもしれませんね。先を急ごう。ギルベルトさんのところまであと少しのはずだ。下の人なんてね、それこそ上の人に従う、信じてね、従う人が多いだろうしね。やった、何かあるぞ。何かあるみたいだ。任せて。任せろ。行くわよ。途中のところ、あ、いますね。ギルベルト副団長、監獄方面への騎士団地の配備が完了しました。ほう。うむ、取り急ぎ橋の修繕を始めよう。かなり遠いが、なんとか禁区にあるあの設備を奪還できさえすれば。ほう、シャトラール団長の意志は我らが果たすのだ。また復活させるってこと。ホムンクルスならもういないよ。何、怪人こんなところまで。待て、一緒にいるのはギルベルトさん、ルシアン。まさかここまで追いかけてくるとはな。アドル・クリスティン、
クレド・アイブリンガーも知ってたの。へえ。てめえらシャトラールの計画をかなり根深いところで手伝ってたみたいだな。当然か、バルドゥークでの暗躍すべてを彼一人で担うのは不可能だからね。囚人や要人を集めるにしても自由に動かせる人手は必要だったはずだ。さすがに錬金術に関する事情についてはそこまで詳しくないご様子ですが、先ほど赤の王がおっしゃったように計画のためのホムンクルスは消滅しました。もはや彼の野望が果たせれることはないでしょう。そんな、ギルベルトさん、今ならまだ引き返せます。団長だってこんなこと望んでいないはずです。俺たち騎士団が守るべきもの、どうか間違えないでください。本当に似てきたものだ。は、旧グリアに所属し8年前の戦争を団長と共に戦ったお主の兄。あやつが今も生きていればお主と同じことを言ったのかもしれぬな。そのような砂糖菓子のように甘いザレ言、必ずグリアの誇りと平穏を取り戻す。団長のその言葉にこそ我らは賛同した。憎きロムンどもと表向きは折り合いをつけながら、その手を己の騎士道を汚し続けてきたのだ。聖堂に引き戻そうとした若者の言葉に耳を塞ぎ、牢に押し込め、遠ざけてでもな。マジ？今さら後戻りなどできる。我らは我らの汚れた騎士道を行くのみだ。たとえその先に道が続いてなかろうと、我らのグリアを必ず取り戻すために。もちろんです、副団長殿。それで若い人たちを道連れにするのはどうなの。本当にまあギルベルトさんについていくっていうんだったらまあ仕方ないけど、そんな戦う意味なんて、いいや、やるしかねえぜ、ヤサ男。ヤサオか。こうと決めたら行くところまで行かねえと後戻りできねえってのが男ってもんだ。あ、そうだね。間違ってしまった同胞たちを殴ってでも引き戻すのも含めて。頼む、アドル、みんな。ファイ。ああ、もう不器用なんだから。わかりやすくていいけどね。来るよ。そうね。あ、待てよ。めっちゃ打ち上げてあげてます。私成長したかな。やりました。え、雑魚どもがと言いてえところだが、思ったより骨があんじゃねえか。年寄りにしてはだがな。生意気な。ここまでか。おっと、まあでもそうするよね。ちょっとダメだ。ルシアンがさせない。さすがですね、ルシアン。なぜ助けた。もはやわしは己の道を全うした。これ以上生き恥をさらせとでも言うのか。さらしていただこうか。このグリアを皆が笑って過ごせるようにしよう。もう誰も傷ついて涙を流すことがないように。前にアドルには話したことがあったか。兄と団長シャトラールさんが10年前に交わした約束です。それが目の前で無効にされるところだった。止めないわけにはいかないでしょう。ああ、なるほどね。シャトラールさんを失った上、ロムンに反乱を起こした失点はあまりに大きい。だけどだからこそ聖国騎士団のこれからが問われるはずです。俺は未だ未熟者です。きっとたくさんの力が必要でしょう。騎士団だけじゃない、グリアで暮らす人々、怪人たちやロムンの人々の力も。だからあなたもどうか力を貸してください。いなくなった人たちの思いをこれからも引き継いでいくためにも。今度こそ真の意味でこのグリアを、俺たちの故郷を守っていくためにも。どこまでも生意気な若造よ。この老骨になお立ち上がれとはな。
だがようやく分かったような気がする。あの時団長が言っていた言葉の意味が本当。彼のロムンへの移送の段取りは済んだようだね。ルシアンさんがその捕まって輸送船に乗られてそこを助けたんだけど、その段取りっていうことかな。いずれは手伝ってもらうつもりだったが、やはり彼の弟だったということか。団長、やはりあやつの処遇は少々甘すぎるのではありませんか。ロムン本国への移送など、もし余計なことを喋られでもしたら、戦友のよしみはあるのでしょうが、大義を果たすためには断固たる決断も必要ですぞ。心配せずとも彼の持っている情報程度でロムン本国は動いたりはしないさ。それに全てが片付いた時、彼という人材は必ず必要になるはずだ。たとえ我々の思惑が万が一果たされなかったとしてもね。なるほど。それは気にするな、ただの勘というやつだよ。なるほど。団長がそんなことを。シャトラール団長が若いお主を副団長に選んだ意味、ただの戦友のよしみではなかったということかもしれんな。ギルベルトさん、まあ確かにそうだよね。その後ギルベルト率いる部隊は騎士団の支部へと戻り、彼らが謹慎に応じず潜伏したことは後日厳重な処罰が下されることとなった。よかった、これで解決ですねっていう感じではないけど、本当にありがとうアドル、クレドに他のみんなも。おかげで町に混乱をもたらす前に彼らを止めることができた。アーメン幕引きすぎる気がするがな。ま、辻斬りやってたやつが言っても説得力はねえかもしれねえが。あんたね、私も以前犯した罪が消えたとは思っていません。少しずつでも償いながら、それでも前に向いていかなくちゃ。きっと次につながるはずだ。ああ、はい、だったらいいなって思います。そうだね、きっと僕の父さんも。人間とはそういうものなのかもしれませんね。そうだね、これからも苦難はあるだろうが、力を合わせていけばきっと。アドルたちはこれから最大の戦いに挑むという話だったな。必要なら遠慮なく呼んでくれ、俺も仲間として全力で手伝わせてもらうから。うん、上出来かな。はい、斬撃の交換。副団長である意味、ルシアンは再び向こうを反乱を立てようとした仲間を説得。正しい聖騎士道を尊ぶその姿に、亡きシャトラールは自らの思いを託していたようだ。ということで、ルシアンさんが好感度最大になってるっぽいね。アドル、少し付き合ってくれないか。団長の死は公には知らされず、失踪という扱いになったらしい。このままでは彼は誰にも弔われることなく、いずれ人々からも忘れ去られてしまうだろう。故郷を愛し尽くしたあの人の最後がそれではあまりにも寂しすぎる。だからせめて墓標だけでも立てて差し上げたいんだ。それはそうよね。団長への、そして彼の無二の戦友だった兄さんへのけじめとして、彼の死を知る者としての役目だろう。クレドも呼んだ方がいいかな。いや、彼にはすでに断られたよ。柄じゃないとね。ある意味彼なりに気遣ってくれたのかもしれないが、早速だがついてきてくれ。墓標を立てる場所は決めてあるんだ。あら、いい景色、バルドゥークが見渡せるじゃん。墓碑に名は刻めないけれど、ここならいつでも街を眺められる。うんうん、グリアを愛していたあの人にはこの場所しかないと思ってね。団長静かにその場を後にする。いや、そのままでいい。気を使う必要はない。まさかこんな形で別れが待っていたなんて、さよならすら言わせないなんてあんまりじゃないですか。
結局最後まで団長には何一つ及ばなかった。あなたと過ごした日々があまりにも遠く感じますよ。シャトラールさんと兄さんの約束は俺が守り続けてみせます。だからどうか安らかにそっちで二人で笑っていてください。今まで本当にありがとうございました。ありがとな、アドル。騎士団が今後どうなるかはまだわからない。こればかりは教会とロブンの交渉を待つしかないな。だがどんな形になろうと俺は前へ進み続けようと思う。シャトラールさんや兄さんと肩を並べるためにも。そうね、もう以前のように立ち止まるわけにはいかない。差し当たってはアドル、はい、君たちの戦いに決着がつくその時まで全力をかけて支援すると誓う。うん、この剣とこの魂に。ありがとう。いや、騎士団に関しては何も言えんなもうほんと頑張ってって感じよね。企てた人はもういないから本当に残った人で頑張っていくしかないもんね。シアンさん、剣と魂に誓って。人知れずシャトラールの墓標を立てたルシアンはグリアを守る意志を継いでいく覚悟を決める。そしてアドルたちの戦いへの支援を誓うのだった。27歳か。8年前が19歳の頃にっていうことよね。27歳か。いや、ほんと頑張ってください。ギルベルトさんたちを無事に止められて本当に良かった。アドルたちはこれから最大の戦いに挑むという話だったな。必要なら遠慮なく呼んでくれ。俺も仲間として全力で手伝わせてもらうから。はい、ありがとう。